はいどうもこんにちは、岩佐スティーブンです。ワカンダフォーエバーではなくて X な強化が来ましたね。さあ今回は出ました、こちら仮面ライダーガッチャードの強化アイテム、デラックス X ガッチャリバーの紹介です。剣を変形させてベルトにセットすることでこの強化フォームに変身ができる。これが仮面ライダースーパーガッチャードクロス X レックスっていうらしいです。名前が長い。これがまあ X レックスで変身した姿ってことか。多分レベル10のカード全部に対応してると思うから、強化フォームでも横軸の10フォームがあるってことで、箱の上の方にはこっちにも書いてあるね。アーマーがすごいごっついね。変形してベルトにセットで変身ができて、カードが1枚ついています。X レックスで、箱の横の方には X レックスとは UFO のやつもいるね。これがクロス UFO X。 そう、今回これの購入キャンペーンってことでこのカードがもらえたんですよね。今回はこの辺含めて紹介していきます。 UFO もだいぶすごい姿してるね。まあ、全体的にすごいクリアパーツ。これフィギュアとかまあ騒動になったら肩カード死ぬだろうな。で、箱の裏の方には遊び方、 X ガッチャリバーで攻撃、剣の状態でカードを装填して必殺技、ベルトに X ガッチャリバーをセットして変身、さらにレバー操作で必殺技クロス UFO X にも変身できるし、 X レックスのまあ普通にあのガッチャードライバーの方にも使えます。というわけでどんな大きさかこのまま開けていきましょう。箱これ結構でっかいからね。 X ガッチャリバー、説明書は入っていなくてポツンとカードがついてますね。ポツンカードじらし段ボールを外すと、ほいと、あ、これもフルの状態かな。斜めで剣の状態で入っていました。形状があのディケードのライドブッカーを若干思い出すね。大きさ的にどうだろう、まあそんな別に巨大ではないかな。武人ソードよりはちょっと大きい。いや待てよ、抜刀したらどうだ、あ、大体同じぐらいかも。抜刀状態の武人ソードと大体同じ。ガッチャージガンよりまあ長さはあるね。というわけでサイズ感も大体分かったところで、こちらを見ていく前にカードを見ていきましょう。というわけで今回ゲットしたカード3枚、両方とも初めての属性、エンシェント属性。エンシェントは昔のとか古来のっていう意味があるから、まあ古代生物的な、ざっくり古代属性ってことで恐竜。そんなエンシェント属性のいきなりレベル10、 T レックス型のケミーかな、 X レックス。衝撃波のような金の箱押し、やっぱりホワイト反射させないと分かりづらいね。口を大きく開けてこっちに向かってなんか走ってくるみたいな、奥行きがあって迫力がすごいね。鼻先のところが X マーク。そしてお隣 UFO X がこれまた新たなオカルト属性。お化けみたいなマークがオカルトなんですね。カジキがすごい喜びそうな属性。こっちもいきなり頂点のレベル10。ゴールドの UFO でまあ動きの奇跡かな。金の箱押しで多分飛行エフェクトかな。3機のゴールド UFO 真ん中のところに X マーク。そしてなんだかいろいろすごいことになってる、これが EX のカード。まだ読み込ませていないからわかんないから、まあ、仮に X アッセンブル、ビートルクス、エクシードファイター、リクシオン、ゼグドラシル、テンフォートレス、レベル10、5つ分の力。今度やる映画の方になんか登場するらしいね。で、これ属性が星型なんだけど、これすごいね、あの矢印が5個集まって星型になってる。相性がいいのは外側に向かってる。外側に広がって五角形。ここに入ってないクロスウィザード、UFO X、X レックスターと残りなんか2体。その辺が集まったものも後々出てくるんだろうね。ちなみにこれの裏面の方は、あ、まあこっちは普通にあの X マークね。レベル10と同じ模様です。というわけでカードは以上なんで、お次はメインの X ガッチャリバー。いい感じに斜めで画面に収まってくれた。加えてちゃんと自立もしてくれています。ありがたい。カラーの方は青がメインで赤いクリアが入ってる。赤青で真ん中のところに立体的な黄色い X。で、その X の周りをクリアパーツの X が囲んでいるし、で、その周りのところもひたすら X マークになっています。とことんクロスしてますね。剣のモードなんでグリップがついていて、グリップにはトリガーがあります。で、先端にはクリアな赤い刃。で、裏のところも X が入っていて、ここら辺もなんかカードの装填っぽいね。裏面にはいろいろストッパーのロックが入っていて、ここのところ、ここをスライドさせると後ろのカードリーダー部分が展開。展開したカードリーダーの裏面のところには電池蓋と電源。そしてガッチャードライバーの接続部分。ここのところで赤外線通信してるのかな。とりあえず電池蓋はドライバーを必要としないタイプ。単4。電池が3本必要です。特に考えて買ってきたわけじゃないけど、電池の色味合ってんな。蓋しなくてもいいぐらい馴染んでるわ、エボルタネオ。じゃあ外観以上なんで電源入れるけど、どっか光るような多分。ちなみにこれ電源は、閉じるとただ隠れるね。電源のオンオフはいちいちここをパカッと開かないといけない。とりあえず開いた状態で電源オン。
音いいね。エクスガッチャレバーといって、分かったかな、ここんところが発光しています。ちょっと分かりやすいように髪添えとくか。もう一丁電源オン。赤青に交互に発光していたんだ。とりあえずこれで電源ついたから元に戻そう。まず単体でできるのがトリガーを押しての攻撃音。一種類の剣撃音とともに赤発光。効果音がちゃんと金属っぽいね。単独でできるのはこのくらいで、剣の状態で必殺技をやるにはこの裏面の方。おっと、ああそこ電池入れたからか。さっきまで自立してくれていたけど電池入れたら後ろに重心がおるね。この後ろのところにカードをセット。せっかくだから今回ついていた X レックス、カードは裏面の状態にして装填。表から見るとレックスがこんにちは。カードを装填。あー、待機音声かっこいいね。で、黄色と青に発光してるかな。で、トリガーを押すと、X レックスエクストラッシュ。で、カードの方は普通に指を引っ掛けて引っこ抜く感じか。ちょっとこれ擦れが怖いね。ちゃんと着脱音も流れます。ちなみにスピーカーはここについてる。で、レベル10じゃない、例えばこのホッパー1、レベル10以外のカードを装填すると、待機音声は大体同じかな。まあ、トリガーをしてみるか。ホッパー1ストラッシュと、ちゃんとカードを個別認識してストラッシュ。エクストラッシュではなくてストラッシュ。レベル10ではないからちょっと弱めの攻撃。多分カードの読み上げに関してはガッチャードライバーと共通っぽいかな。じゃあ EX のカードをやったらどうなりますか。どうだ。スターガッチャードエクストラッシュ。そうか、属性アイコンが星型だったからね。レベル10だからエクストラッシュ。じゃあレジェンドライダーはどうなりますかってことで、ディケイド。どうなるか。ちゃんとディケイド、ライダーの方も個別認識。で、多分ディケイドって言った時の発光がなんか紫っぽかった気がするんだよな。カードに合わせて一瞬だけど発光も変わってんのかな。じゃあ緑に発光しそうなダブル。これでわかるはず。あー、赤緑。とりあえずカードごとに発光も変化してるっぽいね。そんじゃお次はガッチャードライバーにセットして強化フォームに変身しよう。まずはエクスガッチャリバー、グリップの下のここんところがロック解除のボタンになっているんで、ここを押しながらグリップを下方向に回転。で、次は後ろのカードリーダーを展開して、さらに裏から見て刃の根元のところをロック解除して、刃も起こして接続。これでベルトセット状態になりました。絶対なんかあるんだろうなっていうところをやっと使う時が来ましたね。ガッチャードライバーの上のくぼみんところにエクスガッチャリバーを、お反応早っ。すぐさま多分赤外線通信してるんだろうね。軽く乗っけるだけで、クロスオンといって待機音声が流れます。で、これで押し込めばいいのかな。あ、押し込んでもダメだ。あ、もうこの流れでこの上のところにカードをセットしなきゃいけないんだ。じゃあ上のところに X レックスを裏面にして、まあ、さっきと同じ感じで装填すると、お、グレイトフルエンシェントといって、この待機音声が一瞬短くなったね。短くなったというか小さくなったね。これでレバーを操作。
音が派手というかすげえな。レバーを操作したらベルトの方からガッチャンコっていつも通りの音声が流れて、その後で X ガッチャレバーの方から X と、つなげるとガッチャンコ X、X レックススーパーと、これで変身できたわけですね。いやー、忙しかったな。ベルトにセットした瞬間から大気音声が流れ始める。そして音もすごいけど、見た目もすごいごっつくなったね。上から見たらもうだいぶ分厚いよ。コロコロコミックや広辞苑ぐらい、広辞苑持ってないけど、すごい分厚くなったし、重量も結構あるからね。これちびっこどうなんだろうな。重心が前方向によって転んじゃうんじゃないかな。で、これ多分ちょっとミスってるんだけど、本来変身後にやるんだろうね。ちゃんとこれ真ん中のところが透けていて、向こう側が見えるようになってるからね。ガッチャリバーつけたらもう普通にカードはつけらんないから、その辺はまた UFOX を使う時にやるか。とりあえず変身はできてるんで、お次は必殺技。操作に関しては通常と同じでレバーを押し込む。おー、なんかピロロロロみたいな効果音が追加されてる感じがあるね、通常のものに。で、再びサイドを展開。X レックスシャイニングフィーバー。必殺技は一種類。で、敵を倒したんで X ガッチャレバーを外すんだけど、上から見て右のところにロックの解除があるんで、ここを押しながら引っ張ると、着脱音が流れて外れます。じゃあお次はちゃんとね。スチームホッパーに変身しといてからの UFOX。最初箱の裏だけ見て、この説明書の方をちゃんと見ていなかった。ベルト側押し込んどいて、必殺技の耐久音が鳴ってる状態でこれ装填しないといけないんだ。改めて X ガッチャレバーを、よっ。これで UFOX を装填。マーベラスオカルト。今度はせっかくだから真ん中に注目しながら変身。今度はちゃんと裏面の方が発光してる。まあ、これがちゃんとしたやり方ね。で、向こう側のガッチャードの顔の方にこの立体的な X が重なるようになっています。UFOX スーパー。で、必殺技。やっぱ、さっき間違えてたわ、絶対。今度はちゃんと向こう側も発光してるからね。シャイニングフィーバーなのは特に変わらず。じゃあこの状態で一旦カードを引っこ抜いて、これでアッセンブルを入れたらフォームチェンジできるのかな。ああ、もう5体のレベル10を全部言ってくれるんだ。で、そして X じゃなくて多分X アッセンブルかな。で、ガッチャンコ。あ、そうか、逆だ。開いてからやんないといけないんだな。まあでもこれでちゃんと光ってるから、改めて展開というかレバーを操作。ガッチャードスーパー。ガキン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 みたいな、5つ分装備したのかなっていう効果音。じゃあ必殺技。スターンガッチャード。ガッチャードって言い方がいいな。スターオブザじゃないけど、まあスターになったガッチャードね。とりあえず今回ゲットしたカード3枚だけでやるとして、また改めて他のレベル10の音声なんかも出します。それはそれとして、気になるのがレベル10以外のカードを装填したらどうなるのか、ゴリラ先生で試してみよう。一旦閉じといて、で、上んところに装填。まあ普通にゴリラ先生っていう風に言ってくれましたね。どうなんだろう。
ガッチャンコ AX だけで、特に一応ゴリラ先生とは言ってくれたんだけど、ゴリラ先生スーパーとかにはならなかったね。それじゃあ最後は通常のドライバーでレベル10とブランコを組み合わせよう。まずはレックス。しっかり鳴き声っぽいの入ってたね。木々をなぎ倒すように進んでるような効果音と鳴き声で、発光の方は黄色ね、エンシェントだから。ブランクよっ。グレートフルエンシェント X レックス。グレートフルエンシェントはガッチャレバーの方でも言っていたね。じゃあお次は U4X。U4。U4 が飛んできたっぽい効果音。で、発光のは紫というかピンクかな？ピンクですね。ブランク。すごい壮大な感じの BGM、 マーベラスオカルトで、最後にエクスアセンボー。ガッチャリバーの時は大気音声で5体分のケミーの名前を言っていたけど、こっちではどうなんだろう。まあ単純にスペシャルで、黄色発光、単純にとかエクスアセンブルとは言ってなかったね。でブランク。そっか。ダメだ。そうだ。ダメじゃん。ガッチャンコじゃねえじゃん。すっかり忘れてたわ。ここの相性のところ全然違うもんね。ブランクではなくて残りの5体のアッセンブルかな。公式 LINE もよろしくね。はい。というわけで今回は仮面ライダーガッチャードが、いろんな強化フォームに変身するためのアイテム、デラックス X ガッチャリバーの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。大人が巻いてもこれだから子供からしたらすごいだろうね。えげつねえ分厚さ。ガッチャードライバーの前面部分を丸っきり覆う形になっています。音声に関してはガッチャードライバーと同じなんだけど、レベル10以外もちゃんと対応してるのがすごいね。こうやってベルトにつけて強化フォームに変身することもできるし、一旦外してグリップを戻してカードスロットを畳むと、同時にここの刃のロックが解除で元に戻る武器の状態にすることもできます。そして次回は他のレベル10の連動なんかもやっていくんで、よろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。